エアバス A319、エアバス A319、エアバス A319 は、ヨーロッパのエアバス社が開発、製造している、総発ジェット旅客機である。エアバスのナローボディ機、単通路機であるエアバス A320 ファミリーの一つであり、A320 の単動型である。A319 は大きく2世代に分けることができ、第1世代は、 A319CEO 次世代型は A319NEO と呼ばれる A319CEO は1993年に開発が正式に決定し1996年5月にスイス航空によって路線就航を開始した A319 をベースとしたビジネスジェット機 AJC319 も開発され1999年に 初納入が始まった。2010年には A320 ファミリーのエンジンを一新した A320 ネオファミリーの開発が決定し、同ファミリーの単独型として A319 ネオが開発されている。A319 ネオは2017年2月に初飛行し、翌年12月に最初の形式証明を取得している。A319 の機体は、 胴体調位以外は可能な限り A320 と共通化されている。主翼は低翼配置の型持ち翼で、尾翼は通常配置、膠着装置は前輪配置、左右の主翼下にパイロンを介してターボファンエンジン一発ずつ装備する。全長は33.84メートル、全高は11.76メートル、全幅は最大使用で35.80メートルである。 飛行システムも A320 ファミリーと共通化されており、操縦資格もファミリー機で共通である。標準座席数は A319CO e が110から140席、A319 ネオが120から150席である。2018年7月時点の統計によると、民間航空会社108社で1297機が運用されている。運用数の内訳は、 欧州と南北アメリカの航空会社で、おおむね500機ずつ、アジア、太平洋地域の航空会社で、約250機、アフリカ、中東地域で40機ほどとなっている。また、A319 のビジネスジェット仕様であるアッコジ319は、民間のビジネス用途や、軍用の用人輸送機として運されている。2019年8月までに、 AA319 に関する機体損失事故は2件発生しているものの死者を伴う事故や事件は発生していない。米国の航空機メーカーに対抗するため、欧州の航空機メーカーは1970年12月に企業連合エアバスインダストリー以下エアバスを設立した。エアバスは世界初の総通路ワイドボディ総発ジェット旅客機である a を開発し、 発展系を開発しつつ、販売を軌道に乗せた。続いて、製品ラインナップの拡充を目指し、単通路機、ナローボディ機市場への進出を決めた。ボーイングや、マクドネルダクラスのように既存の単通路機を持っていなかったエアバスは、後発の不利を逆手に取り、当時の最新技術を積極的に取り入れた、新設計器を開発することとした。機体価格が少々高くなっても、 安全性や信頼性、経済性で高評価を得ることで市場に浸透しようと、う考えであった。この新型機の機体サイズについて、検討を重ねた結果、標準座席数は2クラス編成で150席と決まり、1984年3月に A320 と命名され正式に開発が始まった。総通路機、ワイドボディ機も含む、 エアバス機全体での操縦資格の共通化を目指し、A320 では操縦系統に全面的なフライバイワイヤ技術が採用された。同規模の旅客機の中で最も太い断面の胴体を持ち、大型の貨物室扉を備えたことで航空貨物コンテナの搭載も可能となった。A320 は1988年2月に形式証明を取得し、翌月に 顧客引き渡しが始まった。エアバスは A320 の開発を進めつつ、1987年には派生型の研究に着手していた。A320 を基本として、胴体延長型と短縮型が検討され、まず胴体延長型の A321 を開発することになった。A321 は1989年11月に開発が決定し、 1993年3月に初飛行、同年中に形式証明を取得して、翌年3月に商業運行が始まった。A321 の開発と並行してエアバスは単動型の研究も進めていたが、エアバス構成企業の一部は A320 より一回り小さい旅客機を独自開発することを模索しており、これはエアバスにとって好ましくない動きだった。 このような状況において、エアバスが、自ら、A320 の単動型を開発することは、コンソーシアム参加企業の結束を維持するという意義も、あった。単動型は、A320 の胴体から合計7フレームを取り除く、機体案となり A、A320-7 と呼ばれた。標準客席数は2クラス構成で124席とされた。この単動型は、 A319 と名付けられ、1992年5月1日のエアバスの取締役会において、販売活動を開始することが承認された。しかし、ここから正式な開発決定まで約1年を要した。主に最終組み立てをどこで行うかをめぐって、コンソーシアムを構成する各国政府や企業間で対立が続いたためである。最終的に、 a 三百十九の最終組み立ては a 三百二十一と同じくドイツで行い a 三百二十は従来通りフランスで最終組み立てを行うことで決着したそうして九百九十三年六月十日にパリ航空ショーの場において a 三百十九の正式開発が発表された航空機リース会社のインターナショナルリースファイナンスが a 三百十九の ローンチカスタマーとなった。当初構想通り A319 の胴体は A320 のものから7フレーム短縮された。短縮量は主翼の前で3フレーム1.60メートル、後ろで4フレーム2.13メートルであった。胴体短縮に合わせて A320 では最後部にあったバルク貨物扉が除去され、バラ積み貨物は コンテナ用貨物扉から積み下ろしすることになった。座席数の減少に合わせて、主翼上の非常口が一つに減らされた。原型となる A320 が設計されてから14年が経過しており、エアバスは A319 に新たな改良を加えるべきか検討した。顧客となる航空会社に意見を求めたところ、何もしないことが最善という結論に至った。 したがって A319 は可能な限り A320 と共通化された。主翼もコックピットも A320 と同一であり、尾翼を含めたビブ構造や膠着装置も何も変更されかった。エンジンについても A320 や A321 と同じく CFM インターナショナル以下 CFME 社の CFM56 とインターナショナルエアロエンジンズ。 以下、イアエ社の V2500 が設定された。小型化された A319 に合わせて、両、エンジンとも水力抑制型が用意された。それぞれのエンジンは、基本的な構成などは、標準水力型と同じであり、専用の部品や工具なども不要とされた。A319 の生産は、A320 と同様に、国際分業体制で行われた。胴体は、 ドイツのダサ車とフランスのアエロスパシャル車、主翼はイギリスの b a e 車、社、垂直尾翼はスペインのカサ車、水平尾翼はダサ車が担当した。A319 の最終組み立てはドイツハンブルクのダサ車の工場で行われ、長道型の A321 と同じ設備で混流生産された。A319 の初号機は、 CFM56 エンジン装備型で1995年8月25日に初飛行した。初号機と2号機の2機により合計約500時間の飛行試験が行われ、1996年4月10日に欧州の合同航空当局から形式証明が交付された。合わせて A319 はエアバス機として初めて当初から カテゴリー3の自動着陸が認められた。この後、初号機と二号機はエンジンを V2500 に換装し、同エンジンによる初飛行は同年5月22日に行われた。この2機で飛行試験を行い、その年の12月18日に V2500 使用についても JA から形式証を取得した。1996年4月30日。 A319 の初引渡しがスイス航空に対して行われた。翌月にスイス航空は A319 の路線就航を開始し、チューリヒとドイツやスウェーデンの諸都市を結ぶ路線に投入した。続いて同年8月までにフランスのエル・アンテール、ドイツのルフトハンザドイツ航空へも納入が始まった。 初飛行を行った1995年8月時点の集計によると5社から計81機の確定受注を得ていた。この時点では A320 ファミリーを導入済みの航空会社からの発注が大半であった。A319 の発注者のうちルフトハンザ、エールアンテール、スイス航空らは A320 ファミリーの全機種を発注していた。航空会社によると A320 ファミリー間の操縦資格の共通性が A319 発注の決め手の一つとなっていた。また、エアバスは航空会社に対し A320 ファミリー内であれば発注機種を変更しても良いという契約を提示していた。1996年12月にはエアカナダへ引き渡しが始まり A319 は 北米の航空会社への納入も果たした。この頃エアバスは納期短縮に取り組んでおり、エアカナダへの初号機は納期9ヶ月での納入を達成した最初のエアバス機となった。就航開始から約1年後となる1997年6月のパリ航空省にて、エアバスは A319 をベースとしたビジネスジェットを開発すると発表した。 ビジネス機にも長距離航続性能が求められる時代になり長時間飛行を快適に過ごすためには機内の居住性が重要となる。そこで旅客機をベースにビジネス機を開発することで高い居住性を実現するという考えが生まれたのである。同様の考え方でボーイングは次世代737をベースとしたボーイングビジネスジェットを先行して開発していた。エアバスは 同社のビジネス機シリーズをエアバスコーポレートジェットと名付け A319 ベースの機体は A319CJ あるいはアッコッチ319と呼ばれた。アッコッチの初号機は1998年11月12日に初飛行に成功し翌年1月7日に最初の顧客へ納入された。アッコッチ319には床下貨物室に設置できる 燃料タンクがオプション設定されており燃料搭載量を増やして航続距離を延長できる。1999年6月にはチリのサンティアゴからフランスのパリまでの 12,825km 所要時間15時間10分を無着陸で飛行した。旅客型についてもアッコジ3 1 9と同様に追加燃料タンクを搭載し、 航続距離を延長した派生型が開発された。長距離型ということで A319LR と名付けられ、カタール航空とスイスの空の発注を受けて2003年2月に正式に開発を開始した。A319LR は同年中に路線就航を開始し、カタール航空はドーハを中心とした路線に投入した。プライベートエアの A319LR は全席が ビジネスクラスでルフトハンザ航空からの受託によりドイツと米国を結ぶ大西洋横断路線に投入された。またエアバスは A320 ファミリーに対して格子改良を加えており2009年11月15日には従来の主翼にあったウィングジップフェンスに変えて新しい翼端装置の採用が発表された。 シャークレットと名付けられた新しい翼端は上に折り曲げたような形状で2.4メートルの高さがある。従来の矢尻状のウィングチップフェンスよりも燃費性能が向上することで航続距離の延長が可能となる改良であった。A319 のシャークレット装備型は2013年7月23日にアメリカン航空に対して初納入された。 炭通路機市場の発達とともに、航空会社は、より長距離路線に炭通路機を投入することを望むようになった。A320 ファミリーの改良を続けつつ後継機の研究を行ってきたエアバスは、2010年12月1日、エンジンを一新した次世代 A320 ネオファミリーの開発を発表した。ネオは、ニューエンジンオプションの当時ごと、新しいという意味のギリシャ語、 ネオをかけたものでや、その名の通り新型エンジンを装備することで燃費性能や航続力を向上させる機体である。A320 ファミリーのうちネオに移行されるのは A321、A320、A319 の3機種とされた。最も単動型の A318 は将来需要が見込めなかったことからネオの開発は見送られた。ネオの登場に伴い、 既存の A320 ファミリーは、A320CEO、カランテインジェンオプション現行エンジン選択型の意図、呼ばれ区別されることとなった。A320 ネオファミリーのエンジンとして、CFME 社のリープ -1A と、フラットホイットに、以下 P&W 社の PW1100G、JM が選定され、A319 ネオにも、両シリーズのエンジンが設定された。 A320 ネオファミリーの中では A319 ネオが最後に開発された。A319 ネオの初号機はリープ -1A エンジン仕様で2017年3月31日に初飛行に成功した。初飛行ではハンブルクを離陸後5時間の飛行を経てフランスのトゥールーズに着陸した。トゥールーズを拠点に500時間を超える試験飛行が行われ。 2018年12月に、ディープマイナス -1A 装備型の A319 ネオの指揮証明が交付された。その後、A319 ネオ初号機のエンジンは、PW1100 に換装された。2019年4月25日に、PW1100 エンジンでの初飛行に成功し、試験飛行を開始している。この間、2015年5月19日には、 ビジネスジェット仕様のアッコッチ320ネオファミリーの開発も発表され、アッコッチ319ネオについても2016年4月11日に初受注を獲得している。この間、エアバスはカナダのボンバルディア社との提携を決めた。ボンバルディア社は座席数で A319 と競合する旅客機 C シリーズを開発していたが、開発費の高騰により、 資金不足に陥った。エアバスとボンバルディアの交渉がまとまり、2018年7月1日、エアバスは C シリーズの事業会社に出資して、過半数の株式を取得した。同時に C シリーズは A220 と解消され、エアバスの製品群に加えられた。これによりエアバスのラインナップにおいて、A319 と A220 が競合することになったが、 エアバスでは料金を併売する利点があるとして A319 の販売を継続している。A319 シリーズは第一世代の A319CO とエンジンを換装した次世代型の A319NEO に大きく分けられる。A319 をベース機としたビジネスジェット仕様があり、アッコッチ319あるいは A319CJ と呼ばれる。このに 対戦障害機に改造する A319MPA の構想もあったが実現していない。以下、特に断りがないものは A319 シリーズ共通の仕様である。A319 は、片持ち翼の主翼を低翼に配置した単葉機である。全長は33.84メートル、全高は11.76メートル、全幅は ウィングジップフェンス装備型が34.10メートルで、シャークレット装備型が35.80メートルである。左右の主翼下に一発ずつターボファンエンジンを備える。尾翼は通常配置で、垂直尾翼と水平尾翼は共に胴体尾部に直接取り付けられている。膠着装置は前輪式配置で機種部に前足、し、左右の主翼の付け根に主脚がある。膠着装置は引き込み式で、 前足は二輪式、主脚も左右それぞれ二輪式である。AA319 の主翼は AA320 のものと同一である。主翼はテーパーが付いた後退翼で25%翼減での後退角は25度、アスペクト比は9.4、翼面積は122.6平方メートルである。主翼には高揚力装置として前縁にスラット、 公園にファウランフラップを備える。スラットは変翼あたり5枚で、ほぼ全幅にわたり配置されている。エンジンパイロンの付け根を境に、フラップは内翼と外翼に二分割されており、その外側に補助翼がある。主翼上面には変翼あたり5枚のスポイラーがある。スポイラーは、ロール操縦にも用いられる。翼端装置として、誘導抵抗を減らす効果のある。 ウィングジップフェンスまたはシャークレットを備える。ウィングジップフェンスは矢尻状の整流板でシャークレットはウィングレットのように翼端を上に曲げた形状を有する。開発当初はウィングジップフェンスが標準装備であったが後にシャークレット仕様が開発され A319 ネオではシャークレットが標準装備となった。また、 既存の機体にシャークレットを後付けすることも可能である。胴体断面は A320 と共通設計であり、外寸は幅は3.95メートル、高さが4.14メートルである。胴体長は全長に等しく33.84メートルである。A320 に対して主翼の前側で4フレーム、2.13メートル、後ろ側で3フレーム。 1.60メートル短縮されている。尾翼を含めた、微部構造も A320 と完全に共通である。水平尾翼は水平安定板と昇降だ、垂直尾翼は垂直安定板と方向打で構成される。A320 と同様に複合材料が採用され、尾翼の主構造材や外装のほか、主翼の前縁、スポイラー、フラップレールのフェアリング、 降着装置扉などに利用されている。A319CEO のエンジンは、A320CEO と同様に、c f m e、I、社の CFM56 と EI 社の V2500 から選択でき、両シリーズの水力抑制型が設定されている。エンジンの制御も A320 と同様に、デジタル式の FADEC で行われる。A319NEO のエンジンは、 a 3 2 0十ネオファミリーと同じく c f m e 社のマイナス1 a 及び P&W 社の PW1100GJM が設定されている。このうちリープマイ1ス一 A エンジン仕様は形式証明を取得済みで PW1100 仕様については2019年時点において形式証明に向けた試験飛行中である。運行に必要な操縦士は機長と副操縦士の2名である。 操縦システムは A320 と同一で、フライバイワイや技術が全面的に用いられている。方向打や昇降打、補助翼、高揚力装置、スポイラーの操作は、電気信号を介して、油圧アクチュエーターを駆動すことで行われる。水平尾翼と垂直尾翼のトリム操作は、電気信号による制御も行われるが、バックアップとして、機械的な操縦系も備えている。 制御用のコンピュータは複数搭載され、システムは冗長化されている。コックピットのレイアウトは A320 と同一で、左右の操縦席に角2枚、中央に2枚の計6枚のカラーディスプレイを備える。ディスプレイには当初はブラウン管が用いられたが、技術革新に伴い液晶ディスプレイに置き換えられた。操縦輪はなく、サイドスティックで操縦を行う。 操縦資格は A320 ファミリー共通のものである。同時にエアバスの相互乗員資格の対象でもあることから CC 級対象となるエアバス機との間であれば短時間の訓練で多機種の資格を取得することが可能である。操縦席を除いた客室全長は23.77メートルである。標準座席数は2クラス編成で124席。 最大定員は160席である。客室には中央に1本の通路があり、エコノミークラスの座席配置は通路を挟んで33席の6アブレスト、上級クラスでは2から2席の4アブレストである。座席の頭上には手荷物を収容するオーバーヘッドストレッジが備わる。通常の内装よりも座席幅を詰めて通路幅を広げた内装案も用意されている。 客室の扉配置は左右対称である。乗降用ドア及びサービスドアが客室最前方と最後方に一組ずつある。緊急脱出口として主翼上にタイプ3扉があり、片側あたり標準で1枚、オプションで2枚設置することが可能である。床下の貨物室は主翼を挟んで前後に2区画に分かれている。各貨物室には LD-3 から 46W、航空貨物コンテナを2個ずつ搭載できる。LD-3 から46、-46W コンテナは、大型機用の LD-3 コンテナと同じ幅で、単通路機用に高さを低くしたものであり、そのまま大型機へ搭載することも可能である。後部貨物室の最後尾には、バラ積み貨物用のスペースも設けられている。 各貨物室の扉は外開きで、上に一箇所ずつある。この扉は、開口部の高さが1.24メートル、幅が1.82メートルで、LD-3 から 46W コンテナを通すことができる。バラ積み貨物スペースは、後部の貨物扉からアクセスする。アッコッチ319は、A319 をベースとしたビジネスジェット機である。機体自体は、 A319 と同じで内装をビジネス機仕様としたものであり、アッコッチ319から旅客機仕様に転換することも可能である。このことは中古機の再販売に有利であるとエアバスは説明している。また、パイロットの資格も相互上員資格の対象に含まれることから短期間の訓練で資格取得が可能である。アッコッチ319は ガルフストリームやボンバルギア製の純粋なビジネスジェットは元よりボーイングビジネスジェットよりも広い機内空間を有する。アッコッチ319では使用により8席から50席程度を設けることができる。エアバスはアッコッチの内装を提供するメーカーを複数用意しており、顧客の細かい要望に応えられるようにしている。床下貨物室には 追加中央タンクと呼ばれる燃料タンクを搭載できる。アクトは航空貨物コンテナと同形状で、アッコッチ319には最大7個まで追加できる。アクトにより燃料搭載量が増えることで、航続距離性能が強化される。航続距離は搭乗者数や貨物にもよるが、最大で陸重量が75.5トンで乗客40人の倍に 7800km である。 条件によっては、1万キロメートル以上の飛行も可能であり、東京からヨーロッパの主要都市までの直行もできる。アッコッチ319は民間用途のほか、軍用の用人輸送機としても採用されている。用人輸送機として、アッコッチ319の運用実績があるのは、フランス空軍やイタリア空軍、ベネズエラ空軍が挙げられる。A319 ベースとした。 アッコッチ319ネオも受注を得て開発が進んでいる。アッコッチ319ネオの標準仕様では座席数が8席、航続距離は 12,500km である。2018年末の時点で A319 の受注数は1,541機で、納入済みが1,475機、受注残が66機、1,269機が、 運行中である。1996年の納入開始から、運行機数は増加を続けたが、2016年から減少に転じている。2018年7月時点の統計によると、民間航空会社108社で1297が運用されている。地域別で見ると、欧州の44社で548機、南北アメリカの26社で468機、 アジア、太平洋地域の23社で242機、アフリカ、中東地域の15社で39機が運用されている。同統計によると A319 の運用数が最大の航空会社はアメリカン航空でその数は125機である。北米ではユナイテッド航空とデルタ航空が共に50機を超える A19 を運用している。欧州では EG ジェットとが合わせて約120機、ブリティッシュエアウェイズが43機、ユーロウイングスが42機、エールフランスが35機を運用している。アジアでは中国国際航空と中国東方航空が30機以上を運用している。2019年7月現在において A319 に関する機体損失事故は2件発生しているものの、 死者を伴う事故や事件は発生していない。A319 の最初の機体損失事故は2003年1月19日にニューヨークのラガーディア空港で発生した。事故機はノースウェスト航空の A319 で整備員の操縦により地上走行していたところ不適切なスロットル操作のためにボーディングブリッジ及び中機中の滝に接触した。事故機は 修理不能となり登録抹消された。飛行中の事故により機体損失に至った事象は2010年9月24日に発生した。ウィンドジェット243便がイタリアのファルコーネ・ボルセリーノ国際空港、パレルモ空港に着陸しようとしたところ、悪天候と乗員の不適切な対応が重なって滑走路の手前に設置した。乗客34人が負傷し、機体は 全損扱いとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。